休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い一般質問を行います。先ほど18番同意議員の一般質問に対する答弁の中で誤りがあり、訂正したいとの申し出がありましたので発言を許します。局長。はい、失礼します。先ほど18番議員への答弁の中で誤りがありました。ヘスティアさんの事業費についてですが、国費、県費、私費3分の1と答弁させていただきましたけれども、正しくは訪問型家庭教育支援に限っては国費 100%、それ以外は私費 100% でございます。訂正申し上げ、お詫び申し上げます。失礼します。ご了承願います。順番16番岡本君、16番岡本君。はい、皆様こんにちは。早速始めたいと思います。議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問を始めさせていただきます。今回も人に景気に町の未来にまっすぐという私のモットーのもと進めさせていただきます。一項目目に町の未来にまっすぐということで、本市のスポーツ振興についてであります。2020年東京五輪については、周辺自治体の費用負担などさまざまなニーズが飛び交っていますが、皆さん東京五輪で採択された新競技についてご存知でしょうか。地元出身の筒香選手の活躍が期待される野球はもちろんですが、ご競技の中で若い世代から最も注目を浴びているのがスポーツクライミングです。国内の愛好者は約60万人で、近年増加傾向で新競技の60万人で近年増加傾向で新競技の採択を受け、ますます競技人口が増加しています。本市では紀北工業高校や橋本高校の登山部が毎年好成績を収めるなど、本市の新たなスポーツ振興のメニューとなる土台は十分にできていると思います。しかしながら、この競技施設の整備は遅れており、和歌山県においては、公の施設では、君寺陸上競技場にあるのみで、大阪からの利用者が見込める本市において整備することにより、スポーツ交流人口の増加を見込めるのではないかと考えます。もちろん、本市の財政状況において、単独の施設整備など、不可能なことは重々承知しています。具体的に申し上げると、県の施設である県立体育館の設備として整備できないかと考えております。そこでお尋ねします。県立体育館の北側角などの有給スペースを利用した施設整備についてお答えください。2項目目に、景気にまっすぐということで、下水道事業についてお尋ねします。昨年まとめられた橋本市下水道事業経営戦略を見ても、まさに守りの時代と言わざるを得ません。下水道整備について、整備の要望書はいただくが、いざ整備してみれば、誰もつないでいただけないというようなこともよく聞かれます。今までのやり方ではなく、今後は違った形で見直しをしていかないといけないのではと思うのですが、市民の要望に対し、今後の下水道整備の優先順位について、どのように実施していかれるのかをお答えください。次に、橋本駅前の再開発中止区域では、当初の整備計画に基づく下水道整備はリセットされると思われます。路地の奥まで下水道を整備しろとは申しませんが、やはり橋本駅前が本市の玄関であることに違いありません。東西の市道、寺脇線や県道など、主要幹線沿いについては、近くまで環境が来ていることもあり、どうにか整備できないものかといったご相談を受けます。そこでお尋ねします。橋本駅前再開発中止区域についての下水整備方針についてお答えください。3項目目に、人にまっすぐということで、ジェネリック医薬品の使用促進についてであります。後発医療品、ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財源の改善に資するものであります。このため、厚生労働省では平成25年4月に、後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップを策定し、取り組みを進めており、
平成30年度から平成32年度末までの間のなるべく早い時期に 80% 以上とする新たな数量シェア目標が定められました。平成27年9月、薬価調査の集計では、後発薬品の終了シェアは 56.2% となっています。平成27年12月議会において、同僚議員の質問の答弁で、本市国民健康保険におけるジェネリック薬品の普及率は、平成27年9月で 64.2%、生活保護受給者のジェネリック薬品の普及率は、平成27年7月で 68.6%、当時の国の目標値を 60% 上回っているということでありました。そこでお尋ねします。現在のジェネリック薬品の普及率について、国民健康保険以外についても分かる範囲でお答えください。ジェネリック薬品の使用促進 PR について、現在の取り組みをお聞かせください。以上、壇上からの質問を終わらせていただきます。明確なご答弁よろしくお願いいたします。16番、岡本君の質問項目1、本市のスポーツ振興に対する答弁を求めます。教育部長。県立橋本体育館の有給スペースを利用した施設整備についてお答えをします。県立橋本体育館は平成11年9月に本市の運動公園内に開設された県の体育施設です。平成18年4月より指定管理者制度導入により橋本市が指定管理者として過去指定期間5年を2期10年と平成28年4月1日より現在3期目3年間の指定管理を受託しています。当体育館の施設の整備等については、まずは県との協議が必要となります。県に有給スペースについて問い合わせをしたところ、当体育館の施設内には有給スペースとして考えられる場所はないとの見解であり、新しい施設設置についても考えていないとのことでした。当体育館は開設より18年が経過しており、老朽化した施設等の更新時期に来ていることから、本市より平成29年度においては、館内の LED 照明化、自動火災放置設備改修、空調機改修、雨漏りによる防水改修など、4件で総額約4億5000万円の施設整備を県に要望し、そのうち自動火災放置設備取り替え工事と、防水改修工事の2件については、今年度中に予定されております。来年度以降についても、県や指定管理者である本市にとって、老朽化した施設の整備更新を最優先せざるを得ない状況にあります。今後とも県と協議しながら、本市の活性化とスポーツの振興に寄与できる施設を目指していきたいと考えています。16番岡本君、再質問ありますか。16番岡本君。はい、部長、ご答弁ありがとうございます。県の見解は有給スペースはないということと、また財政が厳しいよりで、施設の更新を、最優先せざるを得ないというご答弁になりました。そのあたりについては、私も理解しております。でしかしながら今、地元高校がスポーツクライミングに取り組んでおられて、これから頑張っていこうよという子どもたちを、応援したいなと、でまたそれ、施設整備によって、また地域の活性化をしていく、いいチャンスでないのかなというふうに思って、今回、提案させていただきました。で、財政的に厳しいということでありますので、提案という形で、ちょっと要望させていただきたいんですけれども、まず一つ、財政が厳しいということでありますので、昨日の同僚議員からのお話にもありますように、スポーツ振興助成なんかも活用すれば、この市の財政も軽減できるというふうに考えております。で、2番目に、場所についてということで、
本市には並行した校舎なんかもありますので、それらを利用して、まあ簡単に整備するというような形であれば、まあ、校舎の外壁なんかにも、この登るための突起物、ホールドっていうんですけれども、そういうものを取り付けるだけでも、そういう形で、施設は使えると。でそれとまた、屋内なんかで言えば、旧橋本小学校の体育館なんかも利用価値があるんじゃないのかなというふうに、私は考えます。でそれと3点目に、まあ、その体育館なんかは、ね、災害時の、ま、避難拠点であるよと言われるようなこともあるのかも分かりませんけれども、まあ、屋内の壁を利用するので、まあ、避難所としての役割というのは十分果たしていけると思いますし、またその避難所のデクリエーションという形でもまた活用できるのかなというふうに考えております。でそれと、まあ、維持管理、まあ、ランニングコストといいますか、まあ旧橋本小学校の体育館なんかですと、まあ、災害時の拠点であることから、まあ、自然的に、まあ、当然その維持管理費というのは必要であるわけで、今僕がおっしゃっているようにこう施設を利用する市内にかかわらず少なからず、まあ維持管理費は発生するもので、そういったところからも維持管理費というのも若干抑えられるのかなというふうに思います。でそれと4点目なんですけれども、まあ、そういったものはまた民間主導でというようなこともよく聞かれますけれども、やっぱりその民間というのはあくまでもビジネスであって、まあ、行政が行う意味合いというのは違うのかなと思います。でそれと、まあ、採算を度外視というわけでもありませんけれども、まあ、スポーツを通しても青少年健全育成や子どもの居場所、高齢者の健康づくりで、まあ、それと橋本創生総合戦略にもありますように、このスポーツツーリズム、まあ、交流人口の増加で、それに伴う、まあ、地域の活性がというふうに、つながっていくというふうに考えております。で、まあ、それを踏まえた上で、まあ、費用対効果というものを分析していただけたら、まあ、経費以上の経済効果があると私は思うわけであります。でそれと、まあ少し調べさせていただいた中で、全国にこのクライミングやボルダリングのできる公共施設というのは、2017年1月時点で46箇所あって、さらにまあ増加傾向にあるということであります。で、まあ今回、今の時期であるからこそこう意味があるのかなというふうに思ったわけで、まあ、その検討材料にしていただきたいなというふうにご提案させていただきます。まあ財政は厳しい折ですけれども、やはりこう本市からこうオリンピック選手がまた生まれると、いうようなこう夢を持って、まだ子どもたちに何かをしてあげたいなということもありますし、まあ最後になりますけれども、こう畑を耕して種をまいてい、かなければこう未来というような、ね、花は咲かないと思うんです。まあ、その子どもたちのこう未来のために、この地域の活性化のためにも、今できることっていうのを、まあ、しっかりとこの先を見据えて、まあ、行っていただきたいということを要望いたしまして、まず、まあ、1項目目はこれで終わらせていただきます。次に質問項目に、守りの時代の下水道経営に対する答弁を求めます。上下水道部長。守りの時代の下水道経営についてお答えします。本市の下水道事業は人口減少に伴い、昭和59年度に作成した当初計画から処理汚水量が大きく減少し、下水道経営を悪化させる要因の一つとなっています。一方、本市の財政は年々厳しさが増し、下水道に費やす事業費の減額に伴い、年間整備量も縮小しているため、費用対効果の低い箇所や整備に相当時間を費やす箇所については、橋本市浄化槽設置整備事業補助金の交付対象とすべく、今週をめどに事業認可区域の縮小見直しを進めています。その結果、認可区域の下水道整備が遅れているにもかかわらず、施設の老朽化が進んでおり、維持管理に重点を置いた守りの時代に移行しつつあります。議員お正しの下水道整備の優先順位については、整備効果を考慮するとともに、要望箇所などに関する地元区との調整や
他事業との一体施工による有利性などにも配慮しながら決めることとしています。2点目の中心市街地第一地区土地区画整理事業中止区域の下水道整備につきましては、地元説明会でもお話しさせていただいたように、事業認可区域から外すことにより、橋本市浄化槽設置整備事業補助金が活用できるよう進めていくこととしています。16番岡本君、再質問ありますか。16番岡本君。部長、ご答弁ありがとうございます。再質問は1点あるんですけれども、先ほどもご答弁いただいたとおり、私も感じております、やはり施設の老朽化によって、ここを修理しないといけないとか、維持管理に重点を置かないといけないよというようなところ、マイナス面ばかりが目立ってしまっておりまして、なかなか本市の考えている将来像というのが見えてこないように思います。で、国や橋本市の財政の状況、またこの少子高齢化というところも鑑みますと、下水道経営というのは、やはり守りの時代であるのは仕方がないのかなというふうに理解しておりますけれども、今後、どのように立て直し、どの時期になれば、攻めとまでは言いませんけれども、メドが立つのかなというような、今後の下水道事業について、お聞きしたいんですけれども、今回、上下水道部長に通告させていただいたのは私だけですので、新部長の抱負も含めて、この思いの丈をご答弁いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。上下水道部長、はい、議員お出しにお答えいたします。人口減少、市の財政状況等を見た中では、新設設備を縮小し、維持管理を主体とした事業へと移らざるを得ません。中でも下水道施設の延命化に重点を置き、計画に修繕等を行うことで、維持管理費を抑制することとすることは不可欠であると考えております。豊富ということでございますけれども、何分まだ2ヶ月ちょっとでございますので、今後、いろいろと研究、勉強なりさせていただいて、また考えていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、16番岡本君。はい、ご答弁ありがとうございます。ちょっと無茶振りですみませんでした。先ほども壇上でご答弁いただいたとおり、下水道の整備区域の縮小、沼田浄化槽の補助区域としていく旨ということは理解させていただきました。で、下水道の事業区域を縮小すればですね、より計画する下水利用の水量というのが、また減少するわけで、すでに下水道をつないでいただいている方への今後また負担というのが増えると思うんですけれども、今後のこの事業区域の見直しについては、すでに整備している下水設備が無駄とならないように、今後しっかりと精査をして行っていただきたいなというふうに要望します。それとこの下水道区域が縮小する場合は、それに相当した浄化槽の補助金というのも、予算を追加で確保していただく必要があるのかなと思います。そうしないと、結局はまだ市民の方にしわ寄せというのが来ることになりますので、その辺またこの市の責任逃れというようなことにならないように、そういった措置も合わせて要望させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。2個目終わります。はい、次に質問項目3、ジェネリック医薬品の使用促進に対する答弁を求めます。健康福祉部長。ジェネリック医薬品の使用促進についてお答えします。ジェネリック医薬品の使用促進は、患者負担の軽減はもとより、医療費の適正化を図る上で有効な取り組みであると認識しております。
まず1点目の本市におけるジェネリック医薬品の普及率については、本市国民健康保険の被保険者において、平成27年9月診療分では 64.2% でしたが、平成29年3月では 70.9% となっています。一方、本市の後期高齢者の被保険者においては、平成27年9月では 61.4% でしたが、平成29年3月では 69.7% となっています。また、生活保護受給者では、平成27年9月では 71% でしたが、平成29年3月では 81% となっており、ジェネリック医薬品の普及率は年々上がってきている状況にございます。次に2点目のジェネリック医薬品の使用促進 PR についてですが、国民健康保険では被保険者証の送付時にジェネリック医薬品の使用促進シールを、後期高齢者医療ではジェネリック医薬品希望カードをそれぞれ毎年同封しております。また子ども課においては平成27年度に乳幼児小中学生並びに一人親家庭医療の受給者証送付時に足棒イラスト入りの使用促進シールを同封しております。その後は出生や転入など新規の受給者に対し受給者証発送時に同封し啓発しております。さらに受給者証発送の案内文の中にはジェネリック医薬品を利用しましょうという文章を合わせて載せているところです。その他生活保護受給者に対しては平成27年4月から平成27年6月までの3ヶ月をかけ、すべての保護世帯を訪問しリーフレットおよびジェネリック医薬品希望カードを配布しており、その後新規の生活保護受給者に対してもリーフレット等で丁寧に説明を行っています。なお生活保護指定薬局に対して原則としてジェネリック医薬品の調剤を実施するよう平成27年度より毎年協力依頼文を発送し、さらなる普及に努めています。またジェネリック医薬品に切り替え可能な医薬品を処方されている生活保護受給者に対し、医療扶助員とケースワーカーが一緒に生活保護受給者宅を訪問し、ジェネリック医薬品への切り替えについて理解を求めています。その他、国民健康保険におきましては、先発医薬品をお使いの方に対してジェネリック医薬品に切り替えた場合の自己負担軽減額をお知らせするジェネリック医薬品差額通知を年2回送付しており、後期高齢者医療につきましても和歌山県後期高齢者医療広域連合において同様の取り組みを行っています。また平成28年4月より保険年金課のホームページにおいても、ジェネリック医薬品の使用促進に関する文書を掲載しており、市民の皆様方へ、皆様方へのジェネリック医薬品の使用促進に取り組んでいるところです。病院事業管理者。本院の後発医薬品、いわゆるジェネリック医薬品の使用状況についてご説明いたします。本院の院内におけるジェネリック医薬品の使用率は平成29年5月で93.2% となります。外来患者に対しては、基本的に院外処方を行っており、一般名処方により、患者さん自ら薬局で先発医薬品か、ジェネリック医薬品かを選択していただけるようになっております。
本院としては患者さんのお声を聞きつつ、今後も引き続き可能な限りジェネリック医薬品の使用を促進していきたいと考えております。16番岡本君、再質問ありますか。16番岡本君。はい、ご答弁ありがとうございます。市場事務長、お待たせいたしました。議員にならせていただいて約2年、8回の、一般質問させていただいたわけですけれども、まあ、福祉場から出たものでありますので、福祉医療に関してはその都度質問させていただいております。あと今日を含めてまだ8回ございますので、また今後もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは再質問なんですけれども、先ほどもご答弁いただいたように、橋本氏のホームページでのジェネリック医薬品の使用促進 PR についてお伺いいたします。以前は同僚議員の質問にの中で、ジェネリック医薬品の普及を推進していますというページがないというような質問の中で、今後ホームページも載せていきますよというようなご答弁で、確かに載せていただいております。これが抜粋した部分なんですけれども、このジェネリック医薬品を上手に使用しましょう、医療費の節約に役立つジェネリック医薬品、あなたが医者より処方されている薬もジェネリック医薬品に切り替えられるかもしれません。家計に優しいジェネリック薬品を賢く選択しましょうと。で、詳しくは情報は和歌山県ホームページという形で載っておるんですけれども、まず一つ目に、これを見たときにですね、何のためにこのジェネリック薬品に変更するのかとか、また変更することによってどういったことになるのよというようなことが全くわからないようなページであるのかなと思うんですよね。で、それと二つ目に、これを見て誰に向けて PR しているのかというふうに思うわけであります。ジェネリック薬品に変更いただくことで、家計にも優しいで、医療費が抑制で、また橋本氏の負担が軽減されると、でまた財源確保されて、また市民サービスに利用されるというような PR とお願いを、ジェネリック薬品に変更されていない、またはこの知らない市民に向けてアピールしないといけないと思うんですけれども、このホームページ、トップページからジェネリックと文言を入れて、飛ぶページなんです。で、実際、まだ知らないよ、まだ変えてないよっていう人がわざわざジェネリックっていう文字を打って、このページを見に行くのかなっていうことと、あまりにも内容がジェネリックに協力しようよっていうようなページになってないように思うんですよね。逆に言えば、その誰もが目につくようなトップページ、ホームページを開いたときに、ジェネリックを上手に活用しましょうよというようなことであるのなら分かるんですけど、わざわざジェネリックで文言を入れないといけないの人に対して、変えてない人に対して、ジェネリックという文言を入れない、そこに飛ばないというのはちょっと問題かなと思うんですよね。で、他の自治体さんなんかもちょっと見させていただいたんですけれども、他の自治体さんでも子ども医療費の助成という形でホームページを作っておられます。橋本氏にも助成制度というホームページはあるんですけど、この中で、奈良県の生駒市さんとか千葉県八千代市さんとか、その他いろいろあるんですけど、この乳幼児の小学生医療制度のところにも Q&A とかあるんですけど、そういうところに他の自治体さんなんかはそのジェネリックをうまく活用しましょうよというのは文言はその市町村によって違いますけれども、そういうふうに貼り付けられているんですよね。医療制度を市民の方が見に行ったときに、その中でジェネリックをうまく使ってくださいねっていうような関連性というか、そういうのがないとなかなか目につく、でまたそのホームページを作る意味合いがないと思うので、その辺、他市町村さん、こういったいいようなPR の方法をしているので、本市にもこの
乳幼児の小中学医療制度とか、まあ、ひとり親さんとか重度心身の方のそういう助成制度がありますので、そういったところにこのジェネリックをうまく活用してくださいよというようなページを貼り付けるというのは、部長、いかがですか。健康福祉部長。はい、当年取り組み姿勢といたしましては、まあ、答弁でも申し上げたとおり、ジェネリック医薬品の使用促進ということに取り組んでいきたいと考えておりますので、今いろいろご意見いただきました、まさにそのホームページでどういうふうに見ていただくか、見ていただき方もさらにまた他のホームページ、他の市のホームページ等も参考にさせていただきながら、あるいは各所にですね、必要なところにジェネリックというふうな言葉を、まあ、何回か出して、見ていただきやすいように、理解していただきやすいように工夫してまいりたいと考えます。16番岡本君。ご答弁ありがとうございます。せっかくホームページも、ね、ジェネリック載せていただいているので、まあ、有効な形で、見ていただかないとやっぱり意味がないのかなと思いますので、その辺、まあ、他市町村の様子も見ながら、まあ、早急に、まあ、対処していただきたいなというふうに思います。それと2点目なんですけど、現在行っていただいているジェネリック薬品の使用促進 PR についてなんですけど、まあ、壇上で今ご答弁いただいたように生活保護の従事者の方であったりとか、まあ、ケースワーカーさんとか訪問してジェネリック薬品の希望カードも配布していただいている、で、まあ、乳幼児や小中学生、まあ、ひとり親家庭の方の受給の者の方には死亡イラスト入りの促進シールを、まあ、受給者証書不時にまた窓口で PR していただいているということなんですけど、まあ、医療費助成の制度の中でもその重度心身の方の、ジェネリック薬品へのこう PR というか、お願いというのは ご答弁なかったんですけれども、そのあたりについての PR というのはどういうふうにされておりますか。健康福祉部長。はい、実は重度心身障害者医療制度につきましては、まあ、基本的には各保険制度のベースがあって、その上の自己負担部分の一部または全部の場合もありますけれども、これを助成していくという制度でございまして、まあ、基本の各保険、国保でありますとか、社会保険、一般の健康保険でありますとか、そういう保険制度の中でジェネリックの、まあ、ジェネリック使用促進の取り組みがなされておるということで、まあ、現時点、この受給者の方々への普及啓発には、まあ、実は至っておりません。今後、当然、伝代的な、まあ、いわゆる負担軽減をもってこの制度を維持していく必要もございますので、毎年8月に受給者証の更新時期がございます。この機会を捉えて、まあ、他の例と同じようにジェネリック薬品の協力依頼ということで働きかけていきたいというふうに、予定しております。16番岡本君。ご答弁ありがとうございます。まあ、福祉他の川の方ではそういう形でいろいろ協力依頼も窓口であったりとか、まあ、総婦人にということでしていただいておりますので、その辺、まあ、どういうやり方がいいのかなというのも分からないとは思うんですけど、その辺、まあ、連携していただいて、まあ、PR と協力のお願いという形で、まあ、どうにかこうしていただきたいなというふうに思いますので、どうかよろしくお願いいたします。それそうですね、次は医療費助成の申請書についてまた一点お伺いしたいんですけれども、本市でも先ほども言わせていただいた、乳幼児の小中学生医療助成制度等々についてですね、こういった申請書のホームページで本市ではダウンロードする形ではなくて、こう窓口で説明を受けて
申請書をいただく、でそれと合わせてまだジェネリック医薬品についてこう PR をしていただいているとい いうお話でありましたけれども、この、まあ、あの本市の申請書なんですけど、まあ、あの一点ちょっと果たして本市でどうかっていうところなんですけれども、埼玉県のこの富士見野市さんの申請の書類をちょっ とダウンロードしたんですけれども、この申請書の書式の中にですね、ジェネリック医薬品を希望する旨を受給資格書を記載しますというような欄が設けられておるわけなんですけれども、まあ、果たして本市でもそういうのが可能かどうかはちょっと調査していただかないとわからないんですけど、そのあたりについては部長、いかがでしょうか。健康福祉部長。はい、まさに今お正しの通り、先進自治体では、かなり、まあ、一歩進んだって申しますか、そういうジェネリック医薬品の使用促進に取り組まれている、本人の希望を確認した上で、まあ、印刷をもうそこに織り込んでいくとか、あるいはシールを貼るとか、いうふうな手法もあるという、まあ、自治体もあるというふうに聞いてございます。こういう今後はこういう先進地の、まあ取り組み方、これをちょっと研究、勉強させていただきまして、取り組みが可能なものから実施してまいりたいというふうに、予定しております。16番、岡本君。はい、また国民健康保険の保険者の広域化ということもありますので、まあ、その市単体で果たしてできるものかどうかということもありますので、その辺またそういった先進地も含めて、ちょっと勉強していただけたらと思いますので、よろしくお願いしておきます。次の再質問なんですけれども、まあ、本市の国民健康保険において、まあ、ジェネリック医薬品の普及率というのは、壇上の答弁でもありましたように、平成29年3月では 70.9%、後期高齢者の被保険者では 69.7%、で生活保護受給者では平成29年9月時点で 81% と、平成27年9月よりおおむね、まあ、7ポイントから10ポイント上昇しているわけでありまして、まあ、同僚議員の質問以降、まあ、しっかりとこう担当米国において、まあ、汗をかいていただいているのかなという分かる数字になるわけなんですけれども、まあ、しかしながら、この現状を把握できている今、数字も挙げていただいたのは、国民健康保険やその後期高齢者医療保険であって、まあ、全国健康保険協会であったり、共済組合といったところの被用者保険のジェネリック医薬品 この普及率というのは、実際分からないんですよね。その平成27年12月議会の同僚議員の質問の答弁で、部長、ジェネリック医薬品の使用につきましては、基本的に生活保護、あるいは一般の社会保障上の医療保険で使用する場合も、患者さんの要望、それと最終的には医師の判断ということになろうかと思いますというふうにご答弁いただいております。ということは、ジェネリック医薬品の使用促進、まあ、医療費を抑制するという点において、やはり今後、一般の社会保障上の、まあ、医療保険の方、まあ、いわゆる全国保険協会であったりとか、まあ、共済組合の方にも、この被用者保険利用者に、ジェネリック医薬品を PR を今後していく必要があると思います。まあ、要はその方たちに今後、ジェネリック医薬品の使用 PR をしていくことで、まあ、さらなる、まあ、医療費の抑制効果が出てくるということになりますので、今後はそれをどういうふうに PR をしていくのかということなんですけれども、まあ、今、先ほどもご答弁いただいたように、薬局さんなんかにも協力していただく旨の文書を送付していてますよというようなご答弁やったんですけど、まあ、実際、市内の調剤薬局さんでもお聞きしたんですけど、まあ、初回問診時に、まあ、記入するんですけどね、その際に、まあ、ジェネリック、まあ、医薬品を希望する、しない、まあ、どちらでも良いというようなこう欄も作って、まあ、使用促進にも協力を実際、まあ、いただいております。で
またその受付においても声かけを、ジェネリック医薬品の声かけというのもしていただいてるんですけど、何分やっぱり声かけによってジェネリック医薬品を希望される方っていうのはほとんどいないというようなことも実際聞きました。で、まあ冒頭にもお話ししたんですけれども、このジェネリック医薬品に変更されていない、またそのジェネリック医薬品を知らない市民の方に向けて、いかにこう短い時間、薬局さんでちょっと長い時間こうかけることはできませんので、この短い時間端的に今説明こう理解をしていただけるというかというのが必要であると思うんですよね。それについて、それをすることによって、実際直接この全国健康保険協会であったりとか共済組合の方にこうアピールするんでなくて、間接的にでもそういう形でこうPR できるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこで一つ一点提案なんですけど、このジェネリック医薬品に変更協力していただくことで、この医療費の抑制、市の負担の軽減、削減された財源が市民サービスの事業費にまた使用されますよといった簡単なフローチャートといいますか、表というか、そういうのを作成して、医師会さん、薬剤師官の協力の下で、この調剤薬局さんで、ジェネリック医薬品の使用促進の PR として、PR のツールとして、利用していただきたいなと思うんですけど、その辺こう先ほどからもおっしゃっているように、なかなかなぜジェネリックに変えるのよ、変えることによって何がいいのよっていうのが理解していただけてない方がやっぱり多いので、分かりやすく、最終的には市民の方にまたサービスで帰ってきますよっていうような、簡単なものっていうのも結構ですんで、そういったものを作って、さらに医師会さんとか薬剤師官さんにちょっと協力をいただくというのは、部長、いかがですか。健康福祉部長。質問のご趣旨はよく理解できます。ただ非常に大きな取り組み、間口も広い取り組みになってこようかと思います。で、今ご質問いただきました冒頭にありました、基本はやはり患者さんの希望、さらにはお医者さんの理解、お医者さんの判断というところがまずございます。で、我々といたしましては、やはり、例えば国保の立場でいけば、保険者として被保険者の方々のご理解をお願いするというふうな、あるいはあまり直接市レベルから医療機関に、お願いするっていう機会は少のございます。実際、例えば県レベルの県医師会なり、国レベルなり、そういうようなところが、実際、接触する場合が多いかと思います。で、ご質問の中の一番冒頭の部分で、ジェネリック医薬品ってどんなものですかという説明、これも非常にデリケートな部分がございまして、おそらくうちのホームページ作った担当者、そこらあたり非常に気を使って、リンクというような格好を取りました、取ったと思います。で、そこをどこまで書き込めていけるのかがまず入り口になって、それから議員お正しのフローチャート等でご説明差し上げるのが、どなたに対して説明するのかというのも非常に間口が、ご質問の趣旨からすると非常に広いということで、ちょっとこれについてはですね、お時間をいただいて、その手法なり一度研究調査させてください。16番、岡本君。部長、ご答弁ありがとうございます。先ほど、病院管理者のもおっしゃっていたように、外来の方にも一般名で処方していただいております。で、それで、調剤薬局の方で、ご自身で選んでいただくというような病院の取り組みというのはしっかりしていただいておりますので、その辺、調剤薬局さんでも声をかけていただいている。しかし、そのなかなか、ジェネリック医薬品を使用しますよというようなところまで結びついていかないので、その辺、市民病院の方でもやっていただいている、その努力、汗をかいていただいている部分を成果に結びつけるためには、やはり何か行政として、考えていかないといけない、それ
がやっぱりそのジェネリック医薬品の普及率を上げていくということになりますので、その辺はまた今後調査していただいて、何がベストであるのかというのも分からないですけれども、その辺は何かしらいい結果が出るようにお願いしたいと思うんです。で、今後、財政が厳しいというところでありまして、市民共同というのは、大切なことであるわけなんですけれども、市民の負担の協力という点では、やはりこう財政難でありますので、やむを得ないというようなことも理解しておりますけれども、なかなかこう市民サービスが低下するということについて、こう市民の方にこう理解を得にくいところがあるわけでございます。しかし、このジェネリック医薬品の変更や協力依頼については、市民の方にもメリットもある、家計に優しいとか、財源確保によってまた市民サービスがまた向上しますよ、で行政側もこのメリットとしては医療費の抑制になり、市の負担が軽減されるというようなことでありますので、市民や行政にとっても、両方ウィンウィンの関係になると思うんですよね。これについてやっぱり市民の協力も お願いという形で日々してるんですけども、これについては特に協力も得られやすい部分であると考えますので、何もこのジェネリック医薬品を何のために変更していただくのか、で変更していただくことで何がどうなるのかということ の理解と PR がやっぱり若干不足しているように思われますので、その辺またお願いしておきます。でそれと、リーフレットやジェネリック医薬品の希望カードの配布であったりとか、促進シールは、受給者証と一緒に送付していただいていると、でまた来ていただいた方には窓口で PR もしていただいているということなので、これは継続して行っていただきまして、今後、やっぱり 今も医師会さん、薬剤師会の協力なんかも依頼しておりますので、その辺は協力しないようということではないので、その辺も またうまくこう付き合いながら、今後、先ほども話したようにフローチャートなんかも、またどういう形でか分からないですけど、使用していただいて、今後、ジェネリック医薬品の変更依頼とか、使用促進の PR も行っていっていただきたい。ていただきたいなと思いますので、また我々も協力できるところがあればまた協力させていただきますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、以上私の一般質問は終わらせていただきます。16番岡本君の一般質問は終わりました。この際13時55分まで休憩いたします。